早いよ。
ならなかったものの、4歳になると淡路です。大阪のカップは1番から2番が行くんで、この辺が見えるのか、しかし、レースの骨折が発生します。以前は2年後の年齢4着でした。それともは、1勝7点が発生です。その後になってしまいます。引退後は、東京で乗馬、そしての最長競技で、2018年には、その東京競馬場に行くことができず、2020年、全日本アマチュア大会で、見事、優勝を果たしています。今は、スポーツコースとして、アジコインで、それでは改めてご紹介していきましょう。北原弥生新人の最後の藤本担当です。さあ、ここからまずはゆっくり回り、一番が上歩じゃない、あ、波足って一番上、読み方が。続いては駆け足です。これは人の走る動きに似てるんで、駆け足軽快に進みながら駆け足です。それでは3拍子、今度は駆け足行ってみたいと思います。これはスキップにも似たものになるんですが、僕たちが馬の走り方を見て表現するThank you.
直線に向いたところで競走馬の動作を行うんですが、それを馬場馬術の調度道では意図的に何度も変換できるようにしていますね。オリンピッククラスになると日本人さすがにスキップのように
いや、素晴らしい演技を見せてくれました。今日もお疲れ様でした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。
キングクラスにいるようなですね、馬たちに調教していけるように、我々も努力したいと思いますので、今までの皆様ですね、引退してからも温かく頑張り続けていただければと思います。実はありがとうございました。ありがとうございました。どうぞお願いいたします。